にちは、柴田です。今日はですね、ボーイのラストギグスに収録されているマリオネット風な音作りをご紹介させていただきたいと思います。使用するエフェクターはこちら、Zoom MS50G。アンプはマイクロキューブです。設定はこんな感じ。では一度鳴らしてみます。というふうな感じですね。ギュイーンというかジュワワーンという感じですかね。では中身見ていきたいと思います。今回ですね、フルで6つのエフェクターを使用しております。本当はもっと使いたかったんですけれども、まあ6つにまとめたって感じですかね。まず一番最初にピッチシフトが入って、コンプ、で歪み、ラットですね。で、コーラス、ディレイ、リバーブ。フルですよ、フル。フルコースって感じですね。本当はこれにアンプのモデリングとかも入れたかったんですけれども、今回は必要不可欠な6つを使用しております。中身見ていきましょうか。これお聞きいただいてわかる通りですね。ちょっとだけピッチシフトかけております。12ですね。1オクターブ上を、こんな感じでかけてます。レベル70ですね。もっと上げると、もっとキンキンな感じ。まあこれでもいいんですけどね。布袋さん、割とですね、ピッチシフトをガーッとかけてるイメージだったんですけれども、ラストギグスはちょっと思ってたイメージよりも低かったですね、レベルが。まあ、こんな感じの設定です。1オクターブ上を入れてて、で、コンプ。これはまあ標準的な感じで搭載してるというか、まあ、積んでいる感じですね。で、ラット。まあこれが心臓部分になるんですけれども、結構ね、トーン上げ目です。まあ、使用しているギターはテレキャスなんですけれども、それでも結構トーン上げてますね。まあ、レベルに関してはクリーンとの差ですね。クリーンがこんな感じなんで、みたいな感じにしております。で、コーラス。まあ、でももっと深くてもいいんですね。もっと深い箇所もあったり、深い曲もあったりするんですけれども、深くてもいいですけどね、まあ、特にソロの時は。深すぎますね。まあまあまあこんなもん。うん、まあこれぐらいあってもいいのかなっていう感じですかね。で、ディレイは、まあなんかすごいざっくりな感じですけど、ミックスも40にしましょうか。315、40。こんな感じですね。で、リバーブ。かなり深めな感じがするんですけれども、うん、まあディレイとリバーブ両方なんで、すごい深みが出ますよね。ここの締めのところですね、ギュワンっていう感じになるんですけれども、いいと思います。
まあ、こんな感じですね。で、これでクリーンが、まあ、クリーンと歪みのエフェクトの切り替えはもうここ一発だけでいいかなと。で、クリーンにしたければですかね。という感じで、この6つのエフェクターですね。まあ中身はおのおので好きなようにいじっていただけたらなっていう感じなんですけれども、この6つをですね組み合わせるとラストギグスのマリオネット風な音が作れますよというところで、ぜひぜひ参考にしていただけたらなと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。